動前チェックリスト確認。ボーン、メインエンジンイグニッション。久しぶりに緑くんを宇宙に放り投げるやつをやります。放り投げる V1 ロケット。どんな、この飛行機は何なのよ。これは最新鋭の三発ジェット旅客機ちゃんだよ。最新鋭。操縦しているのはベテランパイロットのガレンティナさん。草原でバオバブの木をスキャンするために旅立ってもらいました。旅立っちゃったか。てなわけで、まずはバオバブの木のそばに着陸したいんだけど、お、あれかな？バオバブってカービンにも進出してたのね。かもね。かもか。じゃあクリック。じゃ、早速このスキャンアームってのを使ってスキャンしてもらいましょう。アームさん、そんなところについてたのね。うん。かわいい。あー、それめっちゃわかる。カービンには他にも木は存在するが、これらが最も興味深いと言えるだろう。そうなんだ。お仕事は終わったので宇宙センターに戻ります。 V1 ローテート。回転。どんな。じゃあクリック。だいぶ滑走路から左にずれちゃいましたな。あー、おのののののの。セーフ。アウトだよ。佐藤ささら。2名の観光客をミンマスに連れていくんだ。おーはー、観光ミッションですか。ミンマスの観光ミッションは前にも同じようなやつを受注してたので、機体の設計とかが同じ感じでできたら楽なんじゃねって思って受注してみました。どちらのミッションも観光客たちをミンマスに着陸させる必要があるみたいね。ミンマスの周回軌道にはミンマスオービタルゲートウェイとかいうステーションを浮かべてあるので、ここで着陸船に乗り換えてもらいましょうね。やめてあげて。でんで、そのミンマスのステーションまでの輸送を担うのがこちら、オリオン2ガール見た目の宇宙船ね。オリオン2。オリオン2。この宇宙船の名前はミンマスクイードだよ。ミンマスのイカちゃんですか。そして専用の打ち上げ機がこちら、飛行機みたいな見た目のロケットね。単弾子宮中央換気エンペラ3ちゃんです。エンペラ。強力なロケットエンジンを3機も取り付けた最新鋭のロケットだよ。こちらも最新ススドキですか。んなんてペタって感じにエンペラ3ちゃんを取り付けたら早速打ち上がってもらいましょう。 SAS 起動。全システム準備完了。オールシステムザーレディ。ゴー。メインエンジンスタート。メインエンジンイグニッション。はい、ガチャン。リフトオフ。リフトオフ。ミンマスクイード1号機を搭載したエンペラ3ロケット1号機はいい感じの時間に打ち上げられました。リハバーリフトオフ。ゴブディエンペラ3ローンチビエコーナンバーワンウィズディミンマスクイード1オンボークロンダカーボースペースセントアアップ。いい感じの時間。いい感じの時間。アポジ70キロ突破。第1回燃焼停止。ごきげんよう。脱出システム分離。第2回燃焼開始。アポジキック。シュワワー。カメラがぐるっと周回軌道到達。ごきげんよう。ミンマスクイード分離。エンペラ3ロケット1号機打ち上げ成功。早速ソーラーパネルやらアンテナやらを展開してもらいます。何このリム。あー、それめっちゃわかんない。わかんないか。シュワワー。軌道傾斜角変更マニューバ。シュワワー。ミンマスセミマニューバ。セミ軌道への投入成功。続いてエンペラ3ロケットをカービンに戻します。エントリーバーン開始。カメラがぐるっと軌道離脱。エントリーバーンは中央のエンジンのみで行うのね。逆噴射するのにそこまで水力はいらないからね。大気圏に入ったら翼を動かして宇宙センターを目指して滑空します。あら、何やらエンジンの加熱ゲージが危険な領域に達しているようだけれど、これ大丈夫ではなさそうね。なんでやねん。なんでもやねん。エンジンははぜちゃったけど宇宙センターへ向けて順調に降下中。このまま滑走路に着陸しましょう。降下速度速すぎない？かもね。かもか。パラシュートとドラッグシュート展開。解散。っていうかこれランディングバーンに使うはずだったエンジンが爆発しちゃってるから別のエンジンを再始動させなきゃじゃん。ランディングバーン開始。じゃあクリック。タッチダウン。佐藤ささら。ミンマスの重力圏に向かうには1週間くらいかかります。1週間座りっぱなしの緑くん。重力圏に入ったら減速してミンマスの周回軌道に投入しました。真下マニューバ。そしたらランデブーのためにミンマスオービタルゲートウェイとの軌道傾斜角を合わせますか。176度ってほぼ真反対じゃない。そうなんだ。シュワワー。カメラがぐるっと軌道離脱。またまたカメラがぐるっと周回軌道。カメラがぐるぐるだね。軌道面を合わせたらステーションとのランデブー。初めてのミンマス周回軌道でのランデブーね。ご覧ください、あれが科学者の収容施設だよ。やめてあげて。はい、ガッ、はい、ガッチャーン。ドッキング成功。ここからはこちらの着陸船に乗り換えてミンマスに降り立ってもらいます。モテた。なんかソーラーパネル飛び散ってるんだけど。なん
んか着陸船取り付ける場所変えようとしたらちょっとぶつけちゃった。ぶつけちゃいましたか。まあ片方のソーラーパネルはなくなっちゃったけど、もう片方が残ってるから別に問題ないよね。はいガッチャーンってことで観光客ちゃんたちに乗り換えてもらって、ごきげんようして、いよいよミンマスへの着陸です。ここからはパイロットは乗せずに遠隔操縦で着陸させるのね。二人乗りのコマンドポットだからね。観光客が二人だからパイロットは乗せなかったよ。機長不在。着陸地点はこの辺の真っ平らなところが楽そうかな。シュワワー、カメラがぐるっと周回軌道離脱。着陸客展開。じゃあクリック。タッチダウン。ミンマスへの着陸成功。これであとは観光客を連れて帰れば契約達成です。着陸したはいいけど、これほとんど何も見えないわよね。かもねー。かもか。まあ緑くんが楽しそうにしてるからいいんじゃない。あ、はい。じゃあステーションに戻ります。あんな三角形の小さい窓からあさり色の地面を眺めるためだけに1週間以上もかけてやってきたのね。それが旅ってものだよ。そうかしら。カメラがぐるっと周回軌道到達。はいガッチャーン。ミンマスオービタルゲートウェイへのドッキングに成功。観光客たちには再びミンマスクイードに乗り換えてもらって、ごきげんよう。ミンマスクイード1号機オービタルゲートウェイから分離。シュワワー。ミンマス脱出マニューバ。カメラがぐるっと周回軌道離脱。いい感じにカービンの大気圏に突入できそうな軌道に乗れました。いよいよ大気圏突入。燃料がまだ余ってるのにコマンドポットを切り離しちゃうのはもったいない気がしたから、使い切ってから切り離すよ。もったいない。燃焼終了。ごきげんよう。コマンドポット分離。あれー、おのののののののドスン。ドーン。セーフ。アウトだよ。パラシュート展開。解散。カービン。着水成功。回収して契約も達成ね。佐藤ささらという感じのミッションをもう一回やります。今度は観光客とエンジニアのビル君を乗せたのね。損傷したソーラーパネルを修理しないといけないからね。 SAS 起動。全システム準備完了。オールシステムザーレディ。メインエンジンスタート。メインエンジンイグニッション。リフトオフ。リフトオフ。ミンマスクイード2号機を搭載したエンペラ3ロケット2号機はとりあえず打ち上げられました。リハバーリフトオフオブディエンペラ3ローンチビエコーナンバー2ウィズディミンマスクイード2オンボーフロンダカーボースペースセントア。とりあえず。とりあえず。70キロ突破。第1回燃焼停止。ごきげんよう。脱出システム分離。第2回燃焼開始。カメラがぐるっと周回軌道到達。ごきげんよう。ミンマスクイード分離。エンペラ3ロケット2号機打ち上げ成功。何このカメラ。なんかね、現実の打ち上げの映像みたいな視点にしたかったけど無理だったよ。無理だったか。ドーン。ミンマスクイードエンジン点火。軌道傾斜角変更マニューバ。ミンマス戦に軌道投入マニューバ。ミンマスクイードさんには戦に軌道に乗ってもらったところでエンペラ3ロケットを宇宙センターへ戻します。エントリーバーン開始。今度は爆発せずに帰還できるかしら。あーそれめっちゃわかんない。わかんないか。シュワワー。あ、また真ん中のエンジンがオーバーヒートしてる。機体を振動させれば熱を分散させられるかな。ドーン。はいではない。どう？どうでもない。エンジンは爆発しちゃったけれど今回の滑空はとってもいい感じね。パラシュートとドラッグシュート展開。解散。ランディングバーン開始。じゃあクリック。タッチダウン。突撃。ちょっとドスン。はいガッグリグリ。はいガッチャーン。力技。ミンマスクイード2。ミンマスオービタルゲートウェイへのドッキングに成功。観光客をミンマスに降ろす前にボブ君にはさっきぶっ壊しちゃったソーラーパネルを修理してもらいましょうね。ついでにヌタウナギさんに船外科学実験というのをやってもらいます。ナタウナさんね。何これ。あーそれめっちゃわかんない。宇宙空間でフランジを回転させると面白い効果が生まれるんだ。すごいな。ごきげんよう。ササランダー。ミンマスオービタルゲートウェイから分離。今回も着陸地点はこの真っ平らなところにしましょうか。カメラがぐるっと軌道離脱。着陸客展開。じゃあクリック。タッチダウン。じゃあ
惑星ステーションに戻りました。はい、ガチャーン、マシタランデブー。さて、帰りの船にはウィルと交代でボブに乗ってもらおうと思います。ウィルはステーションに置いてっちゃうのね。科学者が3人くらい乗ってたからそんなにはいらないよね。ってのと1人くらいはエンジニアが滞在してた方がいい気がしたからね。ごきげんよう。ミンマスクイード、ミンマスオービタルゲートウェイから分離、シュワワー。カメラがぐるっと、ごきげんよう。コマンドポット分離、シュワワー。パラシュート展開、解散。コマンドポットは宇宙センター付近の山岳上空を降下中。あれは何かな。何でしょうね。見に行きたいけど着陸地点からはちょっと遠いな。歩いて見に行くのはちょっと大変そうね。あ、そうだ、なぜボブを出した。歩いて行くのが大変なら飛んで行けばいいじゃない。ってわけでパラセーリングを楽しんでもらいます。またアメージンググレイスしない。大丈夫大丈夫、今度はコマンドポットから離れてから展開するから。大丈夫かな。ごきげんよう。ボブカーマン分離。なんかパラシュート展開するボタンないんだけど。パラシュートは持ってるわよね。なんてことだ、もう助からないぞ。いいね、クーださい。ごきげんよう。